ハサミを選ぶ際のポイントとあの各ハサミの特徴、こうねパチンとシュッと一吹きそんなにべたべたにかける必要ないです。ちょっと奥の枝をすいてあげたいなっていうときこの辺かな。まあ綺麗になりましたね。屋、え、根、ー、しっかり落ちてるんじゃないかなと思います。こんにちは。 なお園芸です。本日お届けするのは趣味の園芸2023年4月号、植木ばさみとクラフトばさみのご紹介です。さあおかげさまで本当に皆様のおかげでまた1年間趣味の園芸の市場にて園芸道具ガイドを連載させていただくことになりました。誠にありがとうございます。そして趣味の園芸の編集部の皆さん改めましてこれから1年どうぞよろしくお願いいたします。 さあというわけで、えー、と4月号植木ばさみとクラフトばさみです。はさみって皆さん結構迷いませんか、えー、それこそあのホームセンターさんなんかに行って売り場に行くとずらーっと並んでるでしょ、えー、形が違うもの、えー、大きさ、えー、色価格いろいろあるじゃないですか。ということを考えるとおすすめしたいのがまずは植木ばさみとあとクラフトばさみ。 なんです、えー、じゃあそのどう違うのかっていうのを、えー、動画の中でご紹介していきたいと思いますそれぞれどんな時に使うと便利なのか、えー、価格はどんな感じなのかとかねいろいろと,、えー、とご紹介していただいてまずは一つご用意すると園芸作業楽になるかと思います春の園芸シーズンですしね、えー、これを機にハサミというもの一つご用意していただければ作業がスムーズに進むかなと思います、えー、そのための参考になるかと思いますので最後までお付き合いをお願いします それでは本日もどうぞよろしくお願いしますさあそれではいってみましょう183ページですはさみを選ぶ際のポイントとあの各はさみの特徴これをお話ししていこうと思いますまずこちらのクラフトバサミですねクラフトバサミは園芸用のものを選ぶようにしましょう 100円ショップなんかでも売っているんですが、えー、園芸用コーナーに行くと売っています。えー、あの、紙を切るハサミ、ペーパーね、ペーパーを切るハサミなんかだと、ちょっと強度が足りません。ですので、園芸用のもの、やっぱり専門のものを使ってください。そして、あのー、購入してきたら、 ま、こちらのハサミもそうなんですけれど、一回こうやってちょっと動かしてみることね。それで、あの、歪みやガタつきがないかっていうのを確認してから使うようにしてください。あの、歪みガタつきあると切れ味全然悪いですからね。えー、ですので必ず買ってきたら確認をするようにしてください。そして、えっ、ー、と、こっちの金属のね、植木バサミ。これが重たく感じる人、結構重たいんですよ、これ。えー、なので、そういう場合は、この持ち手の部分ね、持ち手の部分が樹脂やアルミのものなんかもあります。 そちらの方を選ぶと、えっと、疲労軽減になるんじゃないかなと思います。さあ、えっ、ー、と、じゃあ次はそれぞれのこのね、ハサミの特徴。こちらの方を細かく見ていきましょう。さあ、では行ってみましょう。えっ、ー、と、どちらを選ぶのか。各ハサミの特徴ですね。えっ、ー、と、まずこちら、クラフトバサミ。刃の材質から見ていきましょう。こちらはステンレスですね。あの、錆びません。えー、メンテナンスが楽ですよね。そして、持ち手。 これはですね、あの、樹脂性なんです。樹脂性っていうことは軽いですね。軽くていいですね。そしてあの、色や形っていうのが色々ありますので、あの自分の好みで選ぶことができるっていうのもいいところじゃないかなと思います。全体的にこれは用途が広いんです。草花を切ったりとかね、あとガーデニングしていると草花以外でも枝とか葉っぱ以外にも紐を切るとか、そういう作業が出てくるんですよ。 えっと、そういう広範囲に、えっと、割とカバーできるなというね、えメリットがあります。えっと、うちの奥さんなんかは、断然こっちを使ってますね。ほぼほぼこっちですね。あの、100円ショップでも入手できるし、安いから、あの、最初の1本に最適なんですよね。そして、うちは、あの、いろいろ作業場があります。お店の中、お店の外、そして、はい、農場があります。ですので、3本買って、それぞれに1本置いてあるんですよ。 これ楽ちんですね。皆さんもだから室内、えっ、ー、と、お庭、ベランダとかね、それぞれ一本置いておくと、あの、あれどこ行ったっけっていうのがなく、もしくは、あ、ハサミ取り行かなきゃっていう手間が省けますので、おすすめです。<laughs> まあ、価格が安いとそれができますからね。それメリットなんじゃないかなと思います。さあ、あとは、まあ、耐久性がどうしても、あの、落ちるので、えー、少しでも刃こぼれをするとかね、動きが悪いとかになったら、あの、切れ味も落ちてしまいますので、 あの、潔く買い替えをお願いします。さあ、では次、植木バサミ見ていきましょう。さあ、こちら、植木バサミですね。えと、ー、こちらも特徴を見ていきましょう。刃の材質は鉄です。これはですね、鉄なので研ぎ直せば、えと、切れ味がよみがえります。えー、そして、持ち手。鉄製のものが、えーと、多いですね。まあ、圧倒的に鉄製のものです。これはもう昔からこんな感じですね。そして、この刃の長さね。 刃の長さ、えー、と、売り場なんかに行くと迷うでしょう。短いのがあったり、長いのがあったり。そういう時は、長いものを選んでください。口述しますが、混み合った枝のね、中の方なんかをカットしたい時に、これがスッと入っていって、切りやすい。というメリットがあります。僕は断然こっちですね。もう、もう毎日使っています。というぐらいです、えー、やっぱり、えー、愛用のハサミです。あのー、鉄製のものは確かに重たいんですけれど、先ほども言いましたが、 刃を研ぎ直せば切れ味が戻って、えっ、ー、と、そこそこいい金額するんですよね、どれもね。えー、金額はしますが、刃が研げるので長く使えて、結局はまあお得なんじゃないかなと、ええー、と思っています。さあ、えっ、ー、とですね、以上、二つ、よっこいしょ、ご紹介しました。で、やっぱり、入りはこっちがいいんじゃないかなと思いますけれどね。こちらから入って、ちょっと、これは、これだけじゃ切れないなと思ったらこっち。 そして、これでもちょっと厳しいなと思ったら、あまあ、よ、あのー、こちらもご紹介しますが、剪定バサミね。これは太い枝でもサクッと切れます。こちらの方を使うっていうのもいいんじゃないかなと思っています。あの、こちらの方またおいおいご紹介していけたらなと思いますね。えー、さあ、では、ハサミ。えーと、それぞれの特徴。あのー、ご紹介しました。えー、特徴を踏まえて自分が使いやすいなと思うものを選んでいただきたいと思います。 さあそれでは、えー、と次のページに行ってみましょうさあそれでは184ページ行ってみましょう草花にはクラフトバサミということでクラフトバサミを使って実際に作業をしていこうと思います使用シーン1ですね ちょっとした花柄摘み。これに使ってみたいと思います。鉢や花壇の草花を切る際に、サッと取り出して、手軽にパッと切れる。これがやっぱり、えー、クラフトバサミが便利なところじゃないかなと,、えー、と思います。花柄を摘んだり、脇芽を出すための適心ピンチですね。ピンチをしたりと、えっ、ー、と、先ほども言いましたが、割と広範囲に大活躍してくれます。というわけで、えっ、ー、と、花柄摘みやってみましょう。これ、えっ、ー、と、ラナンキュラスの。 ラックスですねもうここのお花このお花がもう花びらが散り始めてもうおしまいになっていますまあいつまでもこういうのつけてちゃいけませんねですのでこれをこうねパチンとそうこのぐらいの柔らかさの草花であればもう句もなく切れますんでえっ、ー、と100円にしてはすごいなという感じがします皆さん使ってらっしゃる方はそう思ってるんじゃないでしょうかね100均で十分じゃんっていうね <laughs> そういう上等句です 今やったようにもうサッとパッと使えるこれがいいんじゃないかなと思います是非花柄摘みなんかにはこの軽くてパッと使える、えー、クラフトバサミこれを使ってみてくださいさあではえっ、ー、と次行ってみましょうえーと使用シーン2ですね料理に使うハーブなんかの収穫にもえーといいんじゃないかなと思いますですいませんえっ、ー、と今回ですね紙面で使ったあのラベンダーがなかったので <laughs> 今回ベビーリーフ使わせていただきます えっと、こんなね、えっと、料理用っていうのは、ハサミはね、別にしておくと衛生的なんじゃないかなと思います。ここもいいところだと思いません、ね、あの、100円ショップでも買えるので、いや、先ほどにも言いましたが、数本用意しておけるっていうね。なので、ハーブや、あの、野菜なんかを切り取る用は、 これっていうふうに決めて別にしておくとまあ、衛生的なんじゃないかなと思いますそして軽いのでエプロンに入れたままハーブの切り戻しや収穫なんかにも使うことができるじゃないですか料理で使おうと思った時にパッと取り出すことができるのであのー、エプロンの中なんかに入れておくと便利なんじゃないかなとええと思いますというわけで実際ちょっと使ってみましょうベビーリーフねすごいおすすめなんですよね今うちで販売してますんでよかったら皆さん買いに来てください えとね、もうるんですよ。あのー、例えばねワックスペーパーなんかにかるくるんでキッチンに置いとくだけでね超かわいいんですよねでそこでパッと取ってパッと使えるわざわざね、あのー、買いに行くとかうちなんかだといな、まあ、うち田舎なんで畑に行けば親父が育ててくれてるんですがもうそれすら面倒くさい。<laughs> <laughs> それすらめんどくさい時はもうパッと手の届くところにこのベビーリーフがあるとすごい便利ですからねうんとすいませんハサミと何の関係もない話でしたがえっ、ー、とまあやってみましょう収穫実際にこのね根元の方でパッと切ってこんな感じで数枚。 こんな感じで簡単に使えますからねでこれをなんかエプロンの中なんかにこうスッと入れておくえっ、ー、とこんな感じで使っていただくとあのー、皆さんすごく特に女性の方は楽なんじゃないかなと,、えー、と思いますそしてねえっ、ー、ともう一つ注目していただきたいのがあのー、ここがですねよく見ると映るかなよく見るとですねよっこいしょここにピンとあって映りましたね ギザギザになってるの分かりますこれがね、滑り止めなんですよね。あの、これがあることによって、やっぱりサクッと切れるんですよ。切れ味が上がります。ですので、あの、木質化したハーブ、あの、紙面で紹介したラベンダーとかローズマリーなんかね。あれなんかは、あの、すごくこれでも切れますので、あの、ギザギザの葉、滑り止めがついてる。これ便利なんじゃないかなと思います。ここにも、まあ、注目していただくと面白いかなと思います。さあ、えっ、ー、とですね、あと、 この使っていると、まあこれなんかもそうなんですけれど、ちょっとこのヤニがね、えっ、ー、とついてるじゃないですか。どんな植物切ってもやっぱりこれはついていきます。ですので、このヤニ落とし、ちょっとやってみましょう。さあ、えー、クラフトバサミのお手入れ方法を言ってみましょう。えっ、ー、と、ここに映っているこれ。これね、ヤニ落としです。これを、えー、スプレーして、きれいにしてみましょう。やっぱりね、クラフトバサミも枝を切り続けると植物のヤニが歯に付着して、 あの切れ味が落ちてしまいまいす、えー、そういう時はやっぱりそれをあのヤニを落としておきましょうちょっとしたお手入れで切れ味が戻りますので、えー、とぜひやっていただきたい作業ですね、えー、と実際にやってみますそんなに難しいことではありませんさあまあ何かこうね下に敷いてよいしょ刃を置くじゃないですかそうしましたらここにこのヤニ落としねあとでまた下にリンクつけておきますが「うーんといいよ はい刃物クリーナーこういうものが売っていますので、えー、ぜひこういうものを1個用意しておくと刃物のお手入れ便利なんじゃないかなと思いますさあこれをシュッと一吹きそんなにべったべたにかける必要ないですここにもシュッとシュッとこんな感じこれで OK で吹きつけましたらこのままね20秒ぐらい放置しますそうするとじわじわとこのヤニがですね溶けてくれるんですよね えー、まあ違うスプレーが溶かしてくれます、えー、20秒ぐらい待ちましょうさあ20秒待ちましたら今度はこれを拭くこうね拭き取ってくださいおお綺麗になるなさすがよしい,いと思いますさあうんいいぞいいぞなかなか綺麗ですねはい分かりますさっきついてたヤニ綺麗に落ちてるでしょこんな感じ綺麗ですよねたったこれだけでね汚れ落ちるんですよですのであの是非皆さん あのお手入れ用にヤニ落としスプレーえっ、ー、とご用意してみてくださいさあということで草花にはクラフトバサミ作業の様子えっ、ー、とご覧いただきましたがあの育てている植物が草花だけだったらクラフトバサミだけでもあの多くの作業がこと足りますただ耐久性は高くないんですよねやっぱ値段分があります値段分だなと思います早め、ね、持ち手が劣化しているのに気づいたら早めに買い替えてください。 そしてあの寄せ植えのリースなんかを作る時っていうのは結構この硬い枝の植物も使う時があるんですよ。なのでそんな時にご紹介したいのが1個あります。うん、こちらですね。これがですね切り花用バサミ、えー、と正式名称忘れましたごめんなさいまた後で下にリンクくっつけておきます。<laughs> あの色がねいろいろあって結構ねデザイン的にもいいんですよね。 可愛い,いですこれだったら結構太い枝も切れますのであのおしゃれなものが欲しいとかね、えー、いう方はこちらの方、えー、とご用意してみるのもいいんじゃないかなと思います。では次、えー、と植木バサミのご説明に行きましょう。 さあでは、えっと、185ページですね。え、今度は植木バサミ使ってみようと思います。えっと、主に庭木に使いますね。庭木の静止、枝を整えるのには、植木バサミを使います。さあ、まず、使い所1。えっとですね、実際に持ってみましょう。で、僕に、ハサミ持ってくださいっていうと、こういう持ち方するんです。わかりますポイントはですね、ここなんです。 人差し指ね。この人差し指をここにかけると、すごい楽なんですよ、切るのが。皆さんも実際にこうやって持ってみてください。人差し指が、こう入っているのと、ここにこう、かかっている。これだとね、使い勝手が違います。だから先ほどした、あの先ほどちょっと紹介したハサミ、思い出した、そうそう、ハンドクリエーションですね。ここに名前書いてあった。<laughs> ごめんなさい。<laughs> ここ、くぼんでるんですよ。これこれこれ。ここね。よくやっぱ考えられてますよね。ここが、 人差し指かけますよというこれがねすごく力がね伝わりやすいしこの開け閉めに楽なんですよね。というわけで、えー、と人差し指をかけるとハサミ植木ハサミは格段に使いやすくなりますので是非皆さん、えー、とそちら試してみてください。こんな感じですねこんな感じ。でこれをハサミを大きくバって開いたとしてもここでグラグラしないんですよね。 これかけてることによってこれだとちょっとこうちょっとグラグラして落ちそうになるんですよだけどこれかけることによって安定するんです人差し指と僕中指薬指かで挟んでるんですよねこうやってねここ分かりますこういうことこういうことねで挟んでるので安定するこれがいいですねそしてあの細かいコントロールこの人差し指っていうのは大事ですね細かいコントロールがねできるようになるんです歯をこう広げ具合なんかもこう,こうねできますし うん、あの細かいコントロールができるようになりますので是非この人差し指をかけるっていうことを、ね、皆さんやってみてくださいじゃあ今度は使いどころに樹形を整える、えー、とこれですねこの樹形を整えるのにやっぱり植木ばさみっていうのは最適ですよっていうのを実際に作業してやってみようと思いますで、えー、と先ほど特徴の紹介でも言いましたがこの長い葉これで奥にある枝っていうのも楽に切ることができます えっと、庭師の大事な仕事の一つっていうのは、やっぱり植木の見た目を整える、この剪定ですよね。えー、そのためには、切れ味が良い葉と取り回しの良さ。これで、細かな枝葉も綺麗に切り取ることができます。えっ、ー、と、その綺麗に切り取ることができないとなかなか仕事進みませんからね。えー、大変になっちゃいますんで。ね、まあ、ハサミっていうのは大事だなって僕は思います。さあ、実際やってみましょう。さあ、これをですね、例えば、これ、えっ、ー、と、アベリアのコンフェッティという品種なんですが、 こちら結構葉が、葉、葉っぱ、枝葉が混み合うんですよね。だからこの中でちょっと奥の枝をすいてあげたいなっていう時、この辺かな。なんかが、やっぱりこの葉が短いと手が邪魔して入っていかないんですよ。ところが葉が長いとスッと入ります。そしてこの根元からパチンとね、こういう風に枝をえーとすいてあげることができます。ここもそうか。これもいらないかな。というようにパチンパチンと、あの、これいい音しますよね。 あこれは枯れ枝だな枯れ枝取っていきましょうねスーっとこれもいらないかな根元はどこだここかというように結構奥なんですよね根元たどっていくとこんな感じというようにあの奥の方までこの葉が入ってくれるので非常に助かりますですので先ほど、まあ、繰り返しになりますが迷った時はまずは葉の長いものを選ぶといいのかなと思いますさあ、えー、と先ほどのクラフトバサミと同様 で、このヤニがついて、どうしてもついてしまうので、じゃあこの、お手入れ方法ですね。えっと、どうやってこの汚れを落とすのか。それちょっとやってみましょう。さあ、えっ、ー、と、ではお手入れ。こちらですね。使うものはこちら。ゴムの錆落とし。えっ、ー、と、これを使います。これを使って、こすって、ここについたヤニを落としていきます。で、そのために、ヤニを柔らかくするためには、このバケツね。バケツにお水を張って、この中につけておきます。 まあ、ついでにこのゴムのやつもつけておくといいかな。うん、こんな感じで、えっ、ー、と、しばらくつけておきます。まあ、だいたいこの状態で30分ぐらい放置しておけば、えっ、ー、と、いいんじゃないかなと思います。そうするとヤニがふやけて取りやすくなってくれますからね。えっ、ー、と、しばらくこのまま置いておきましょう。さて、えっ、ー、と、もうだいぶふやけたんじゃないかな。やってみましょう。よいしょ。まあ、いいかな。 よし。で、えっ、ー、と、ふやけた矢にこれをこすって落とします。よいしょよいしょ。あんまりこう、力任せにこすらなくても、だいたい30分ぐらいつけとけば、えっ、ー、と、割とこう、ふやけて、取りやすくなってるはずですけどね。よし。よし、いいかな。うん、そうしましたら、まあ、こうやって水を落として、 まあこの後あの干していただいて完全に水気は切っていただきたいんですがさあこんな感じまあ綺麗になりましたねええヤニしっかり落ちてるんじゃないかなと思いますえっとこれで落ちない汚れっていうのはもうあの研いだ方がいいですね砥石でこう軽くってえって研いだ方がいいですがまあとりあえずこの付着しているヤニが取れれば刃物っていうのは切れ味戻りますえですのでぜひ皆さんこのお手入れえとやってみてください で、えっ、ー、と、まあ、僕からのアドバイスということで下の方に載っていますが、いいものを大事に使うっていうのも、あのー、いいことじゃないかな、ね。いいものを大事に使う。まあ、我々、あのー、庭職人、ガーデナーは、いいものを大事に使いますね。まあ、植木バサミっていうのは、我々にとってなくてはならない必須のアイテムなんです。で、庭木はもちろん草花も切れるし、えっ、ー、と、研ぎ直すことで長く使えることもできます。鉄製の植木バサミっていうのは、 どうしてもやっぱ錆びやすいんですよね。錆びやすくて、価格も高めなんですけれども、そこなんです。高いものって大事に使いませんそうでしょう。価格も高めなんですが、その分大事に使うようになります。まあそんな思わぬ効果もありますので、ぜひこう高いものでも1本買ってみるといいんじゃないかなと僕は思いますけどね。で、えっと、このハサミですが、先ほどのあのクラフトバサミみたいに、 気軽に持ち歩けるというものではちょっとないんですよね。重たいし。なのでそういう時は革の専用のケース、これもやっぱり売っていますよね。それを用意してベルトに取り付けて。 あの作業の時ににベルトごと取り外せるように僕しています去年これはご紹介したと思ったなあの剪定バサミとこの植木バサミとノコギリの3点セットそれを僕は腰に巻いてすぐ巻きつけられるようにあの仮面ライダーのベルトみたいなイメージですね <laughs> そんな感じで用意しておくとあの、まあ、作業の持ち運びなんかも便利じゃないかなと思いますぜひぜひ参考にしてくださいさあ以上クラフトバサミと植木バサミご紹介させていただきました 園芸作業には切るという行為がどうしても出てきますのでその時に役に立てば嬉しく思いますので、えー、紙面こちらの動画両方をご覧になっていただければ嬉しく思います。えー、それでは以上ですありがとうございます。お疲れ様でした。 以上、植木ばさみとクラフトバサミえーとご紹介させていただきました。まずはクラフトバサミかな一つあのご用意するといいと思います。それもあの女性の方はやっぱり軽くて安くて使いやすいっていうのがいいと思いますね、えー、あとは植木の剪定っていうのはなかなかハードル高いじゃないですか。特にあのこれからガーデニング始めようかなって思ってらっしゃる。皆さんにいきなり植木の剪定のために植木バサミ買いましょうって言ってもなかなかね。<laughs> ハードルが高いと思いますので、まずはクラフトバサミ。これを用意してあのポット内の。草 類なんかの、えー、とカットをするとかいろいろ使えますので、えー、そちらの方をご用意して使ってみてはいかがでしょうかそして使っているとあれちょっとクラフトバサミじゃ硬くて切れないなと思ったらそこで植木バサミの出番ですよあの植木バサミをもう一つ買って2つをうまく使い分けるといいんじゃないかなと思いますまずはこの、えー、とクラフトバサミから入って植木バサミもまあ必ずいるようにはなるので 2つ同時に買っても僕はいいかなと思うんですがまあなかなかね、えー、勇気もいると思いますので是非、えー、最初のとっかかりはあのクラフトバサミから始めていただけるといいんじゃないかなと思っています、えー、そしてまあやっぱり刃物ですからね皆さん扱いには注意してください比較的まあ安全ではあるとは思うのですがうーんそれでもサクッてやっちゃう可能性がゼロではないので とにかく安全第一刃物を使うときはもう安全を最優先で怪我をしないように使っていただきたいなと思いますぜひその点だけご注意をお願いいたします えー、今回もですね、あのー、やっぱり素敵なページですよね。今回のあの色合いといいなんてい、ちょっとこう爽やかな感じがしてすごくいいと思いません。ね、いつもの回の中でもより爽やかであのー、春らしいなという感じがしました。私はね、ぜひ紙面の方もご覧いただければいいかなと思います。と、えー、と思っております。お願いします。えー、編集の K さん、そして、えー、ライターの小林さん、カメラマンの田中さん、今回も誠にありがとうございました。そして一年間、えー、またどうぞよろしくお願いします。 それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。本日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。